私、スイーツを食べるときにどんな飲み物と合うか、いろいろと試してみるのにハマってるんです。王道は紅茶ですが、他にもフルーツジュース、水、茶湯。ハルジ様ならスイーツを食べるときにどんな飲み物を合わせられますか？でも焼き菓子なんかは飲み物がないと口の中がパサパサになってむせたりしませんか？ですね。主様と好みが一緒で安心しました。つまり固定概念にとらわれず臨機応変、その時の気の向くままに飲み物を選ぶと、その思考が主様の柔軟な発想につながるのですね。